ハイパーこと杉浦太陽です。今回はですね、ある方のあるお店に来ております。早速ゲストを紹介いたしましょう。よろしくお願いします。どうも自己紹介よろしくお願いします。ウルトラマンガイア高山ガム役を演じました吉岡武史です。どうもよろしくお願いします。ということで今回はウルトラマンガイアとウルトラマンコスモスが対談してみた、行ってみましょう。それではスタート。ターチャンネル。というわけで、今回のゲストは吉岡武史先輩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、パイセンですよ。パイセンですよ。ウルトラマンやって何年経ちますか今？今ね、22年目に入る。あ、じゃあ20周年超えてるんだ。そう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 。1998年から放送してるから。なるほど、めっちゃ覚えてますね。もうウルトラマンガイアの時に俺19歳。あ、で、もう19でやってたんですか？19でやってて、だから番組撮影中に20歳。ああ、そういう意味で僕番組撮影中に20歳になりました。あ、だ一緒だ。一緒ですね。だから9月の5日だったかな、なんかそれぐらいから始まって、はい、8月の終わりで最終回。当時まだ MBSK だったんですよね。そう、毎日放送。はい、うん。今はテレ東系ですか。一回チューブにもなったし、まあ、いろいろちょっとあって、うん、そうそうそう。ウトラね、今はニュージェネレーションが繋いでくれてますからね。だから俺からすると初めての後輩なの。そっか、そうですね。うん。で、僕一生忘れませんか。初めてのご挨拶の時に、あのコスモスやらせてもらう杉浦太陽ですって言ったら、おお、お前が杉浦太陽。先輩怖いと思って。先輩怖いと。そしたらめっちゃ優しかった。そしたら結構僕の友達とかみんなね、繋がってて、そう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 、不思議でしたね。なんで今まで会ってなかったんだろうみたいな。そうだよね、はい、そう、いろんなね、仲間たちが繋がっててね。そうなんですよ。それで俺ウルトラマンさ、ガイアはさ、はい、全51話1年なんだけど、はい、で放送終わってから次のだから太陽が出てくるまで2年空いてる。そう、結構間あったんですね。そう、だって来週からは新番組ゾイド、お楽しみに。アニメゾイドだったんや。アニメがしょ。そうそうそう。じゃあ一瞬ウルトラが途切れたんです。途切れた。で、だから平成三部作っていう風にくくりになっちゃって、はい、で、俺その2年間はもう営業で地方、遊園地散々行って。なるほど。なとこ結構そのパターン珍しいですね。そう、珍しい。僕行っても半年、1年ぐらいだったんです。だから一番近い後輩はレイシー、タクヤ。ウルトラマン銀河が始まって、うん、で、ネギネギなんかはうちの子たちとも一緒に遊んでくれたりとか。うちの子肩車して渋谷一緒に散歩して、で、うちの子とも交流して、うん、で、なぜか僕ら家族、うん、でネギネギ、うん、で、特急車の子孫が来て、はいはい、みんなでカラオケして特急車歌って帰ったみたいな。最後ウルトラから特急車で終わったみたいな。そんな感じがありましたね。一番最初の後輩のイメージどうでした？いや、だから楽しみだって、どうなるんだろうっていうか、僕的にはつるちゃんに何回言っても平成4部作にしてくださいって言ったらダメだって。そう、だから俺が20世紀最後のテレビシリーズ、僕21世紀初めて最初の、はい、そう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 。でもだからね、友達とかね、いろいろつながってて、はい、よくね、誕生日会とかさ、あー、会いました ね、はい、だから2人であのコスモスの君にできる何かをカラオケで歌ったりね。なんで歌えるんですか？俺あの歌好きなの。で、だからコスモスが始まってからも俺はまだ遊園地とか行くわけ。あー、そうですか。で、そうすると新作のコスモスがやっぱり曲がすごいかかるわけ。なるほど、なるほど。で、出番前に一番聴くのはコスモスの歌。なんかでも、ウルトラマンフェスティバルで言うと、うん、僕の代が終わって次のウルトラマンの話になると、あ、寂しいっていう気持ちに。ちょっとわかります。なんなら今年のウルトラマンフェスティバル、コスモスいないし、みたいな。あ、あるね。あるでしょ。あるある。たまにガイアとアグルがね、存在の扱いされてる時とかある。もうだから後輩結構いるんだよ。後輩だらけで、逆に後輩の輪ができてて、うん、なんか、どうもみたいな感じが増えて、はいはいはい、ちょっと不思議な気分ですよね。不思議だよね。ウルトラマンの主人公やった人たちってさ、やっぱさ、なんか系譜でみんなね、そう、なんか繋がってるんだよね。なんかね、他人なはずなのに
こうウルトラの血脈みたいなのがつながってて、そうあったらこう親戚みたいな、そう完全親戚だよね、ありますよねそうだから今のニュージェネレーションは甥っ子みたいな気持ちになるんですよ、ね、はい、だからそれってさ、他のヒーロー仮面ライダー戦隊の、はい、にはあまりない、確かに、あの一族感、一族感ウルトラファミリーみたいな、そう昔の先輩方と何派でした？ウルトラはね、やっぱりあの初代とかね、もちろんセブンとかかっこいいなって思うけど、子供ながらに怖かったの、なんか、ああなるほど、絵が渋い、作品がシュールな回もありますからね、うん、はい、だから太郎とか、エースとか、やっぱり子供の頃は見やすかったと思います、ね、うん、ちょっと見ながらね、そう、僕も太郎派っていうか太郎を見てそう、はい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 、ウルトラマンヒストリーっていう映画をして、あ知ってる、ヒッポリと星人が出てきて、うん、で全員石にされて固まって、うんうんうん、でウルトラマン太郎の幼少期から、あのちっこい太郎、あのそう風船みたいなやつでしょ、そうで、なんかこうちっちゃい怪獣のね、子供の怪獣と遊んでて、うん、でこう光線の練習してるんですけど、なんか失敗して違うとこ行っちゃうみたいな、うん、そういうのめっちゃ印象に残ってて、そうだからあれは子供の頃見てた、やっぱ俺も、それで太郎がもうみんなを救うっていう、ウルトラの父も戦ったりとかして、はいはいはい、すごい作品に印象が残ってて、ぶっちゃけレンジャー系も見てたし、うん、仮面ライダーもブラックとか見てたし、はいはいはい、俺サンバルカンの時代、サンバルカンか、うん、俺ダイナマンですよ、ああ、はい、もうでもねそこら辺見えるもんね、でシャイダーとかね、コスモスが一番歴代で長いんで、話数的には65話、65話プラス映画何本あった？3本、映画3本でしょ、はい、だってまず65話、はい、1年ってだいたい51話か52話、僕も52話って言いました、伸びて3月で撮影終わるねって話してたら、うん、1月ぐらいにもう3ヶ月スケジュールもらえるかなって言って、すげー、多分まあ人気とかじゃなくて多分なんか大人の事情じゃないですか、分かんないですけど、僕的にはあまだコスモスをできるんだろうっていう嬉しさもあって、だってさネクサスはね逆に打ち切りになっちゃったね、まあまあなんか大人の事情なのか分かんないけど、数字が急に落ちたね、だけどだから逆にでもその後さ火がつくんだよネクサス、まただから伝説的な時になる、そうなんですよ、ウルトラマンノアとかでもありますね、そうか、やっぱいろんなでも歴史ありますよね、だから監督とかもかぶってますよね、そうそう、だいたいあの時のスタッフさんたちはね、技師さんとかね、はい、やっぱ職人さんたちが、まあ、潰れ合いを支えたというか、あれビルトだよね、東宝ビルト、ね、東宝ビルトってね、はい、もうだって東宝ビルトもないしさ、東宝ビルトっていうね、世田谷にあった大好きな場所だったんですね、成城学園でね、小田急線で、ね、駅降りてそこから歩いて結構な道行くんだよね、そう、で遅刻しそうな時はタクシーに、ね、そう俺結構毎回監督に怒られたばっかりで怒りましたね、どういう感じで怒られた、お前はダメだーって言って、半田監督にめっちゃ怒られてた、だからまあそういう面で逆に修行にもなったし、でクランクアップした後に優しくなった、あー、え、俺の知ってる原田さんじゃないみたいな、アメトムチよね、そう僕が下様で鍛えられたし、ガイアの時は原田監督はねもうあの亡くなられてるけど、はい、ガイアの時はねあのどちらかというとコメディ担当、北浦さんと一緒に、北浦さんもそうだ、名コンビで ね、うん、だから 作風も変わりますよね、そう当時助監督だった子が、うん、今のメイン監督になったりとかなってるよね、あびっくりしました、そうだからそれこそさ今新シリーズでこれからウルトラマンセットってのが、ね、6月から始まるけど、それのメイン監督が田口監督、あ、田口監督でも田口監督はガイアの時は視聴者、コスモスの時にサードだった、へぇ、最後の方で、うん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 、が、え、監督みたいな、もうメイン監督ですよ、あの人、わぁ、すごい、そう、岡監督、岡さん、岡さんね、ついね、昨日連絡来た、嘘、あの、Facebook 乗っ取られたんで気をつけてください一番親身になって考えて、うん、励ましてくれた監督で、あ、そうそう、あ、熱いもんね、岡さんね、その監督がウルトラマンサードの作品でメイン監督、へぇ、ちょっと感動したから、はいはい、
俺の時だから八木監督、八木さんね、八木さんが、助監督だったんだけど、八木さんの監督会っていうのがあって、ガイアで初監督。あ、そっか、うん、コスモスの後半戦で八木さんが登場したので、カメラマンさんの倉本さんと、お目にお前の演出は俺だったらこうするみたいな。カメラマンさんと監督が話し合って俺どうしたらいいんだろうみたいな。あるよね、あるある。当時なんかすごいスタッフさん厳しかったですよね。いや、やっぱり怖かったよ。愛があるけど、こうカメラを下に置こうものならてめえもだろみたいな。そうそうそう。あれ太陽の時ってフィルム、もう映画ギリフィルムだったからね。映画がで作品はフィルムじゃなかった。そうだね、変わってんだよ、ね、変わりました。そうだ、ガイアまでが全部フィルムなのよ。うわ、怖い。 NG 出すの怖い。めっちゃ怖いよ。もう NG 出したらもうやっぱプロデューサーがカンカン、予算かかるし。あとロールチェンジ、はい、最後のフィルムのさ、最後の方のロールチェンジすると、まあ、現場が20分ぐらい止まるんだよ、ね、そうするとなんだよみたいな、火落ちちゃうよ。NG 分が赤字になるんだみたいなね。一番ピリピリしてたのが、うん、昼飯前。はいはいはい。もうカメラマンさんが、飯まだかよって言ったら、NG 出すなよお前みたいな。カメラマンさんって倉本さんよ。倉本さん。はじめは武蔵小やろって言われて。うん、いや、なんか本当に芝居ができなかったんで、うん、大丈夫でした。俺だってもう、ガイア第1話から、多分10話ぐらいまで見てもらうと分かるんだけど、まあ芝居できない。僕の第一話ないですか。見たでしょ、あのイベントで。うん、あはははは。踊りやすいってやつ。いや、ああいうのやるよね。やるよね。俺もなんかね、シューティング機みたいに乗っかって、はい、楽しんでるって言う、笑ってくださいって言われて、はははははとかなんかやってて、ね、もう本当恥ずかしい。そう、北浦さんは本当熱くて没頭しちゃって。はい、鶴の君の時に、鶴の君がなんか発射するシーンがあって、北浦さん超熱くなって、もっと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 って言って、で、はい、本番、用意、発射って、北浦さんが発射しちゃったの。北浦さん、そういうところでありますね。そういう大好きなところなんですけど、でもそれで、僕のコスモスの映画で、サイパンで撮影した時やったんですよ。はいはい、サイパン、みんな、割り英語じゃないですか。うん、向こうに行ったらやっぱ感化されるのね。もっと熱く、武蔵、もっと熱く、いくよ、よーい、アクション。英語喋ってるみたいな。サイパンバージョン。それめっちゃ面白いね。いや、北川さんあるね、ありえるね。ある。そうだね。それぞれの監督に思いやりますよね。あるある。いや、面白いな。やっぱりガムを誰かにやっては欲しくない。僕にコスモ。ちょっと。